収益発表みんなで8月そうなんだよね。8月は遊びたいんですかね。ガクンと下がるんだよね。450万回とかに行ってるんで、年でどれぐらいだったのかっていうと、ここで案件的なものを入れれば当然今言ったやつをこう総合すれば、そうで始まりました、もちっちチャンネルです。さあ今回はですね、新年一発目ということで収益発表みんな好きなんでしょそういうの。はい、まあね、あのほら新年の目標とかね、そういうのもありかとは思うんですけど、まああえてこっちに行きたいと思います。そういう方が好きだと思いますので、はい、こちら紹介していきたいかなと思います。まあね、毎月毎月のね、本当は収益見るのみんなね期待していただいたりしてるんですけど、それやってたらですね、結構ねお金持ってんじゃないのみたいな感じで、あまりよろしくない感じになってしまったんで、だからこの雇う時とかにお金もっともっとちょうだいみたいな人が増えてしまったので、なのでやめたんです。じゃあそれぞれですね、まあ、まだ12月バッチリ来てるわけではない、見ていきたいかなと思います。まあ、大体これぐらいっていう感じでねやっていくと思いますね。まず1月がですね、まあ、大体120万ぐらいって感じです。いわゆる共通テストが行われた月で、急上昇乗ったんだよね確かね、僕の動画が、メインチャンネルでは初だったと思いますね。共通テストリーディングの感想、世界最速みたいな感じで感想を述べた動画が、そう、急上昇ね、YouTube の急上昇に乗ったんですよね。まあ、そんなのもあって、まあ1月で100万超えたみたいな感じで、ウォーってなりましたね。で、2月は、まあちょっと下がりました。100万ちょっと切ったぐらいかな。いわゆる受験期なんで、まあ受験関係の動画をいっぱい出してった感じになりますね。前の大学の公表とかね、問題解いてやるっていうやつ、まあ、これは今年もできると思いますので、はい、ぜひこれはやってねみたいなのね、やってみてください。で、3月が一番広告収入が高いんで、一番高くなりますからね、まあ、やはり高かった、今年も高かった。だからまあ大体180万ぐらいが3月で、だからやっぱり高いなっていうのありますしね。まあいろんな受験のね結果も出てくる時ですし、最後にこう上がるっていう感じなんですよね。受験生版タイガーファンディングのね、お試し版とかもあったんで、お試し版というか、まあ、とりあえずやってみましょうみたいなのもあったんで、いろいろと話題になったって感じですかね。で、4月で、まあ、2021年は、なんかこれやりますみたいなのがなかったんで、ドンっていうのがなかったので、だいぶ下がってますね。2020年は何の例え日やりますって、ボーンって上がってたんですけど、で4月で、まあ、90万ぐらいかな、になって、でただね、あのドラゴン桜始まるんで、まあその後半からちょこちょこっと上がってきたかなって感じかな。で5月でドラゴン桜がまたあるんで、93万ぐらいかなで上がりますね。で6月で、まあ、ドラゴン桜最後の終わる時みたいな感じでまたドンと上がったし、まあサブちゃんもね、そうですね、たくさん再生されるようになったんで、ドラゴン桜系のやつが、で、まあ、100万にほぼ近いかな6月はな感じになります。で7、8、そうですね、これが弱いんですよね自分自身ね。夏、まあ広告単価の問題もあると思いますけど、遊ぶ期間と教育系はやっぱね、あんまり相性良くないのかなっていうね印象なんだよね。あ、まあでも単価もあるかもですね。6月7月そんなほぼほぼ差がないけど、6月の方が高いですね。で8月そうなんだよね、8月は遊びたいんですかね、ガクンと下がるんだよね。これが75万ぐらいですね大体。ただまあ最後に受験生版タイガーファンディング始まるんで、8月末にで9月の方にそれがまた入るんで、収益としてはでまた90何万みたいな感じで盛り返しますね9月。で10月にまた引き続き受験生版タイガーファンディングがあったりとか、まあ、小室圭さん系のね動画が出たりとかして、ただ収益はそんなでもないね、これは85万ぐらいですね。で11月にそのショーツがブレイクしたんで、やっぱり一気に再生数がボーンと上がりますね。やっぱりあのね、さ、ショーツだから一個一個短いんで、再生時間は3月そんな変わんないんですよ。で再生数はもう全然違うんで、450万回とかにいってるんで、数がボンといって、でだいたい120万ぐらいかな、11月で。で1月よりも超えてますね。
あそこ、まあ1月、あれだったもんね、コロナ禍でサブチャンがすごい再生されてたもんね。だから、それもあったりして高かったんですけど、そういった感じで。で、12月が、もう、受験生版タイガーファンディングの過去の動画がすごい再生されるようになったんで、まあ、ショーツもドーンといったのもあって、多分初の、まあ、まだ正確な数字はこの後来なきゃわかんないんで、まあ、200万超えをするって感じですね、この12月。まあ、もうメインチャンネルでそれぐらい行って、出るんで、サブと合わせたらもう確実に超えると思いますね。ということで、だいたい年でどれぐらいだったのかっていうと、まあ、だから1350万は確実に超えるっていう感じで、これがまあ、あの企業案件とか一切入れてない額ですから、これで案件的なものを入れれば当然ね、まあ、1500は行くんで確実に。ということで、 YouTube 夢あるなという感じです。だいぶ来ましたというか、良かったです。これまあ普通にね、働いてるのももらっておりますから、だいぶ予備校講師時代よりは増えたっていう形になります。こっからですね、これからいろんなことに挑戦していきたいと思いますので、まあ何をやるのかっていうね、一部のことに関してはもう動画撮ってありますので、そちら発表していきたいと思います。はい、ぜひ今年もですね、皆さんに見ていただければと思いますので、やっぱりもうね、授業動画ちょっと頑張っていかなきゃっていうのもありますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあその他ね、ベーシスだったり武田塾イングリッシュも始まりましたし、武田塾くんじゃちこ、そして早稲田合格塾なんかもねありますので、はい、そちらともどもですね、よろしくお願いいたします。そうです。だから2021年もそう、これらがね、別の収入源としてありましたからね、 YouTube があって、で武田塾の仕事があって、まあ動画出たりしてましたし、で自分は武田塾インターチ校のオーナーになりましたし、まあもうこっちは学校作んなきゃいけなかったんで、当然初期投資ボーンと払ってますから、なんかすごいお金入ってきましたとかはないですけど、でオンラインのベーシスやってて、で早稲田合格塾ではまあ授業出してますから、まあ、これが増えるかな。2022年は河合塾も当時もないですから、もうね、その分まあこっちに授業が提供されるって感じですね。で2021年はまあ河合塾あったんで、河合塾の金が普通に入ってて、であとはいろんな高校行って教えるとか講演やるとかっていうのがあって、であとオンラインで教えてるのがまあいくつかあって、あ、まあ、これ一般の募集とかはしてないですけど、そういうのもありましたし、であとはまあ印税ですね、本、こう、まあ、まあ今までもたくさん書いているんで、50何冊もう60冊近いよね。で数冊出ましたし、2021年もまあそれらがこう総合して、統合じゃないか、総合的にあるって感じですね。そうか、武田塾イングリッシュのもあるか。で今言ったやつをこう総合すれば、全然この YouTube のお金より多くなるんでっていう感じですね。これが2021年という感じになりますね。まあ面白かったですね。今雇う側になったりして、オーナーになったりとかしたんで、いろんなことを知ることができました。世の中のいろんなところにいろんなお金が動いてることもいっぱい分かったし、いろんな仕事の人から営業来たから、もう税理士だったりね、広告だったりとか、すごいいっぱい営業受けましたし、まあ武田塾にお世話になってるから、いろんなところに広告出したんで、その辺のことね、まあ、世の中のことをいろいろ知るいい機会になりました。2021年は面白かったです。なんでね、2022年、また新しいこと、まあフランチャイザー側ですよね。武田塾イングリッシュできて、そっちのことも経験できるんで、本部側の仕事も経験できますし、まあいろいろ参考書ルート作ったりとか、教務ですね、その勉強を管理する側のことだったりとかっていうのもやっていくので、まあ新しい経験ね、いろいろできていくかなと思います。まあこれらがちゃんとこう落ち着けば、いよいよアメリカに行くっていうのが見えてくると思います。はい。まあ皆さんにね、オンラインで何かしらやる機会とかもあるかもしれませんが、その時はぜひぜひよろしくお願いいたします。まあまたで、いろいろ新しいことをやっていくのは発表したりしていきますので、楽しみにしていてください。いや、面白いと思いますよ。またね、いろんなことが起こってますから、はい、楽しみにしておいてください。話題通りますから。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.